全部俺側に向いてるわ。はいどうもはいどうももしかしたら温めちゃってもしかしてどうぞ。はいはいどうも、うん、水溜りボンドです。お願いします。よろしくお願いします。はい、毎日頑張っていきましょ う, ってう、ね、頑張っていきましょうね。深夜いやいや深夜多い1時半の、うん、創作料理ね、うん、頭おかしい。ハーゲンダッツ、ハーゲンダッツありましたね。まぁ、あ、ちょっとバニラなかったんですけど、はい、このハーゲンダッツを天ぷらにします、うん、アイスって天ぷらにできるらしいの。もうそういうのがあるって。そうだからハーゲンダッツを天ぷらにして、まぁ、あ、なんかホイップクリームをかけたらめっちゃ美味しいんじゃないかって。はいはいはい、もうアイスの天ぷらっていうのがあるってこと、うん、存在する。もう揚げアイス、揚げアイス、揚げアイスのそのハーゲンダッツのバージョン。そうやってる、いっぱいじゃん。はい、天ぷらココに置いて、天ぷらココで、で、アイスをこの中に入れます、うん、入れましょう。包む、アイスを、うん、上に置きます。で、その上をパンにかぶせます。この時に重要なのが、パンからはみ出ない、はみ出ないはみ出た瞬間にもそこで試合だ。もう一個だ、もう一個やれば大丈夫、うん、もう一個パンでつけるなんか成功しないみたいな感じあるわすごいアイス接着剤として使って初めて見たわ。これどうやってやんのこれどうやってやんの。なんでお前パンにお前小麦がつくと思ってんだよ。ってコロコロ泥団子じゃんのよ。泥団子で見たらさっき言ってそのチーズだった水だった、水質だった。水でも今更じゃね、今更じゃね、もうアイス溶けてね。水だろ。いや、アイス溶けないために水とかでかたアイス溶けてるし、全然頭全然頭誰か入れろよおいうわこのやつだわ、今日このやつだわ。160度ぐらいいい。だって今からずっと溶けるでしょ楽しくない。いや俺だから知らねえんだって揚げアイス。もうマジでやだこれ失敗したくなかったはい、ということでねさっき生地に包んだアイスを少し凍らせました。10分20分、うん、でこれをカチカチになってんの。まあまあぐらい。はいはいはい。これを天ぷら粉につけます。こういうことですよね。これをファミチキあげるやつだ。ファミチキあげるやつに入れて展開結構ファミチキあげるやつ。ファミチキあげるやつ一緒だけど頭が入ってんの。頭切るか、はい、じゃあお前うん、うん、こんなもん。ファミチキあがったらファミチキじゃねえんだよ。ファミチキあがったらこれあとかしどう。あ、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。これ取れない、ここで取れないのマジ意味わかんないわ。これで失敗したらほんとやだ。はい、意味わかんない。